皆さんこんにちは、ビールジェンド管理栄養士の堀です。今日はですね、トレーニングしている方必見の筋肉作りのためにやってはいけない3つのポイントを栄養の面からですねお話ししたいと思います。まず先に3つのポイントをお話しさせていただくんですけども、今からお話しすることは実は意外とできてない方が多いんじゃないかなと思っています。ですので、これはトレーニングの、効果を上げたいという方にはこの動画を見たその日から取り入れていただきたいと思っています。まず1つ目のポイントなんですけども、タンパク質だけ食べない。これはどういうことかというと、糖質制限ですとか炭水化物抜きダイエットとかですね、そういったことが流行っていて、炭水化物を極端に制限しているトレーニーの方多いんじゃないかなというふうに思っています。タンパク質を摂るためにお肉をたくさん食べるっていうような、お肉ですとかゆで卵とかですね、そういったのをしっかり意識して食べてる方多いんじゃないかなと思うんですけれども、体を作るトレーニングの効果を最大限に生かすためにはそれだけではダメで、炭水化物はもちろん必要ですし、それに加えて、ビタミンやミネラルも重要になってきます。これは何でかっていうと、炭水化物が極端に少ないと、体を動かすためのエネルギーを補うために筋肉中のタンパク質を分解してエネルギーを作り出してしまうからなんです。炭水化物をしっかり摂れていないと、日々のトレーニングで培った筋肉を自ら分解してしまうことになりかねないので、トレーニングをしている方こそ炭水化物はしっかり摂っていただきたいと思っています。さらに、ビタミンやミネラルは、摂ったタンパク質を、しっかり代謝するための、サポート的な働きをします、エネルギーに変えたりだとか、体の各組織にアミノ酸をしっかり届けるような働きをしたりとか、摂ったタンパク質を体の中で有効に使うためにしっかり働いてくれる栄養素ですので、これはタンパク質を摂ったならば合わせてしっかり摂っていただく必要があると考えています。なので、ゆで卵だけですとか鶏むね肉ばっかりですとか、タンパク質を摂ることだけに執着しすぎずに、バランスのいい食事を心がけてください。で、2つ目なんですけれども、私もこれはやってしまいがちなんですが、空腹の状態で運動しないということが大切になってきます。これはダイエットとかされてる方とまた別の話になったりだとか、いろいろな説があるんですけれども、今回お話しするのは筋肉作りのためのトレーニングをしている方のためのお話になるので、空腹の状態で運動することは避けていただきたいです。これは何でなのかというと、まず、体を動かすためにはエネルギーが必要になります。そのエネルギーに変わるのは、以前もお話しさせていただいた三大栄養素である炭水化物やタンパク質、脂質が体を動かすためのエネルギー源になるわけなんですけれども、まずそもそも、十分に体を動かすためのエネルギーが足りていないと質のいいトレーニングができないということになります。で、かつ、筋肉を作る上では血中の、アミノ酸濃度をしっかり保っておくことが大切だというふうに言われているので、トレーニング前に、BCAA ですとか EAA を取っていただいて、アミノ酸をしっかり取っていただいて、血中のアミノ酸濃度をしっかりと保っていただくことが筋肉を作る上では大切になってきます。運動前にはどんなものを食べたらいいのかということになるんですけれども、今お話ししたように、アミノ酸をしっかりとっていただくことと、エネルギーになる、糖質炭水化物をしっかりとっていただくこと、これを覚えておいていただきたいなと思います。で、3つ目のポイントが、運動前には脂質や食物繊維を控えるということがポイントになります。これは何でなのかと言いますと、脂質や、食物繊維は胃の中での滞留時間が長いという特徴があります。ちょっと消化吸収に時間がかかるので、トレーニング前に、お腹の中に物がある状態、例えばハードなトレーニングをしてしまうと、消化吸収がうまくいっていないのでちょっと気持ち悪くなったりだとか、胃がもたれるような感じがしたりだとか、そういうことが出る可能性があります。試合の前にカツ丼食べるみたいな、その験担ぎみたいなものがあるんですけども、それはあまりおすすめはしないかなっていう感じですね。
では代わりに運動前には消化吸収のいい、まあ、先ほどお話したようなアミノ酸だったり糖質でも、なるべく固体よりも液体に近いようなもの、まあ、ゼリーですとかあとは果物ですとかあとドリンクで摂っていただくのもいいかなと思います。知っておいていただきたいポイントがあるんですけれども、皆さんタンパク質意識して摂っていただいている方多いと思います。あのプロテインを飲みいただいている方も多いと思うんですけれども、その摂ったタンパク質の、利用効率をアップするための利用効率アップ術を伝授したいと思います。タンパク質を、速やかに体の組織に行き渡らせる、体の材料にするためには固体よりも液体のものを選んでいただくのがおすすめです。これは、消化吸収がいいということからですね。なので運動後に、タンパク質を摂取しようと思うタイミングがあれば鶏むね肉を食べるよりもプロテインドリンクで摂っていただいた方が利用効率がいいということになります。でかつ低脂質のタンパク源を選んで摂っていただくのがおすすめです。これは脂質は悪いものではないんですけれども吸収速度というところに特化すると脂質は消化吸収がゆっくりなので摂ったタンパク質のちょっと消化吸収を遅らせてしまう働きをします。なのでスピーディーな栄養補給というところで考えるとなるべく低脂質のものを選んでいただくのがおすすめです。この2つに当てはまるのがプロテインなんじゃないかなというふうに思っています。なので運動後の速やかな栄養補給にはプロテインを摂っていただくのがおすすめです。では、ここまで筋肉作りのためにやってはいけない3つのポイントをお話ししました。1つ目が、タンパク質だけを食べない、炭水化物やビタミン、ミネラルをしっかりとるということになります。で2つ目が、空腹の状態で運動しない、そして3つ目が運動前に、脂質や食物繊維はなるべく控える、この3つがポイントになります。基本的なお話だというふうに言ったんですけれども、実は意外とできていなかったり3つのうち1つはちょっとできてないなということがある方もいらっしゃるんではないかなと思います。私は空腹の状態で運動しないというのをなかなか守れてなかったりっていうことがあります。朝トレーニング派なので朝ごはんの前にジムに行ってしまうのでお腹が空いた状態で運動しがちなんですけれども、筋肉作りの上ではそれはあまりお勧めしていないので、今日お話ししたこの3つのポイントをしっかり押さえてこの動画を見た後のトレーニングからしっかり取り入れていただきたいなと思っています。少しでも参考になりましたら嬉しいです。で今日は、筋肉作りのためにやってはいけない3つのポイントをお話しさせていただきました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。